アルファパックから当たるレジェンダリー迷彩って皆さん持ってますか？もう結構このゲームね、長いことやってるんですけど、なかなかレジェンダリーって当たんないですよね。で、僕すごい気になったんですよ。レジェンダリーのアイテムってどんな種類があるんだろうって。なので今回はツイッターの方でね、みんなが持ってる、まあレジェンダリーの迷彩だったり、チャーム、ヘッドギアなどの画像を募集しました。そうしたらもうね、めちゃくちゃいっぱい送られてきて、もうこんなのあるの？みたいな。めっちゃ来たんですよ。なので今回はまあその画像をねどんどん紹介していく形で、まあみんなにこんなのがあるよってね見せていこうと思います。でもうかなりね量が多いので、まあ銃の迷彩編、あとヘッドギアとチャーム編みたいな感じで分けるかもしれません。それではぜひねみんなが持ってるまあレジェンダリーアイテムあるかどうかチェックしてみてください。はい、それではまず一つ目がキルジョイという迷彩になります。これはカピタオのあれですね、機関銃じゃないですかね。まあなんかピンク色なのが特徴的で、真ん中のところに GG って書いてあるのかな。はい、次行きましょう。はい、お次はエコーでおなじみのレクトという迷彩になります。まあ黄色もなかなか見ないですよね。なんかアウトブレイクの時にあったなっていうくらいで、あとはまあミュートのね MP5K なんかの迷彩にあるんですけど、まあエコーの黄色っていうのもねレアリティあってかっこいいなというふうに思いました。次行きましょう。はい、お次は MP5 のアマリロっていうね迷彩になります。 MP5 って何個か種類あるみたいなんですけど、俺こっち見たことなかったな。なんのこれ、アマリロのアマリロってどういう意味か分かる人いたらねぜひコメント欲しいんですけど、ドクロが書いてあります。なんかちょっとあバラだな、なんか花の名前に由来する感じの迷彩なんですかね。次行きましょう。はい、お次は GSG9 でおなじみのハンドガンバーストというものみたいです。これも見たことないっすね。なんかオレンジ色というか、まあなんか鉄っぽい色っていうんですかね。まあなんかこれに関してはまあシンプルな感じでいいなというふうに思いました。イエロー系のやつ来ましたね。レクトに続いてイエロー系の迷彩なんですけど、これはミュートの MP5K になります。なんかまあレジェンダリーでセーフティーイエローもあったけど、あとハンドガンか、なんかミュートちょっと勘違いしてたんですけど、ハンドガンに確かなんかルーキーみたいな迷彩ありましたよね。あれにね近い感じだなというふうに思いました。まあ黄色ってやっぱなんかねこうレアリティある感じっていうのが個人的にはすごいそういう色だなっていうのがあるんで、この色も好きですね。うん、蜂っぽいっていうのかな、キラー B みたいなね。はい、何言ってんだろう。次行こう。はい、お次は昔からでおなじみのまあファマスのね迷彩なんですけど、イエローフィン、これちょっとね真ん中に MIDER って書いてあると思うんですけど、これ皆さんどういう意味だと思います？調べたらデンマーク語でダニだそうですなんでダニなの？次行きましょう。さあ、お次はイエーガーのカービンなんですけど、これかっけー、欲しい。これゴールデンアイビー、まあ木のね、僕が好きなあの木の感じプラスに一色みたいな感じなんですけど、緑色なのがマジでかっこいい。いやーこれ欲しいなー、マジかー、こんなあるのか、いいなーこれ。もうなんかコメントちょっともうこんなんしか言えないけど欲しい。さあ、お次は完全初見の迷彩でした。ピリヤード9。これビリヤード9じゃないの？ピリヤードなの？ピリヤード9って何？ビリヤードの9みたいだよみたいなことじゃないんですか、これ。ピリヤードってなんだよ。まあなんかこれもシンプルでかっこいいですね。木の感じじゃないけど、まあなんか鋼鉄みたいな感じで、個人的には好きな迷彩でした。次行きましょう。さあ、お次は昔一回紹介したことあるかな、もう動画消えてるけど、グランドインクイジターという迷彩です。これ意味はね、異端審問官っていう意味みたいで、まあなんかはい、信仰に反するやつを裁くみたいな、そんな感じの意味合いの迷彩になってます。まあなんか赤と確かそのシルバーっぽいところに、あのなんかね真ん中覗いた時にね、なんかこう変なマーク入ってるんですよ。そこが結構ね特徴的な迷彩になってます。ちょっとこの角度だと見えないけどね、まあ持ってる人は優越感に浸ってください。はい、お次はデザートイグルのレジェンダリー迷彩ということで、マックダディっていう紫色のね迷彩になります。で、取っ手のところがまあ豹柄じゃないけど、まあこういうちょっと模様が入ってる感じの迷彩です。いや、デザインはねマジで羨ましい。これもう一個くらい種類あって、もう二つとも持ってないんですよね。デザートイグルすごい好きなのに、なんでマジで羨ましいな。これ超かっこいい。もう一個の方ね、ちょっとデザイン見ていきましょうか。なんでデザインの迷彩こんなかっこいいんですか。ロイヤルフラッシュって赤い迷彩です。これはなんかもう素直にかっこいい。トランプのロイヤルストレートフラッシュみたいな、そういうところ意識してるのかな。まあダイヤのところの、まあフラッシュ当たりましたみたいな感じなんですかね。いやー、いいなーこれ。確かね IC 君もこれ持ってるんですけど、マジでかっこいいな。最近ねすごいビアードとか、あとバルキリーもよく使うん
出るんで、もう本当に羨ましいです。さあ、そろそろ言うことが同じになってきたなって感じするんですけど、これ見たことあります？皆さん。僕これ初めて見ましたね。グリムタリーっていう迷彩かな。まあミラのね、迷彩ベクター45の迷彩になるんですけど、こんなの当たんの？初めて見たけど、使ってる人マジで見たことないな、この迷彩。それか使ってるけど結構シンプルだから気づかないみたいなパターンかな。次行きましょう。はい、この迷彩は最初僕がね写してたやつですね。ゲイターベイトっていうやつで、まあ恐竜っぽい迷彩になります。まあ個人的にはまあなんか最初気持ち悪いと思ったんですけど、結構使ってます好みあるけどね。はい、お次はホットチョッパーということで、テルミットのまあ556の迷彩になります。まあなんか炎が特徴的な感じで、まあ初期のねファイヤー迷彩をなんか彷彿させる迷彩になってるんじゃないでしょうか。これは結構ね使ってる人見ますね。うん、これはかっこいい。はい、お次はせめてスクショが欲しかったというまあわがままは置いといて、まあちょっとねこのサイズでしか送られてこなかったんで迷彩名わかんないんですけど、まあなんかナウシカの王虫に似てるみたいな感じで送ってきてくれました。ありがとうございます。まあこんな感じの迷彩もあるみたいです。さあ、お次は一番有名なまあレジェンダリー迷彩ですかね、プラズマピンク。まあこれはもう言わずもがなというか、まあみんな使ってるんでもう今更コメントすることはないと思うんですけど、まあ当たったらねオールラウンド迷彩だから、まあどこでも使える、誰でも使えるみたいな感じの迷彩です。持ってないんだよなこれ。お次は UMP のアンティーク迷彩。いや俺こっち欲しかったわ。恐竜よりこっちが欲しかった、正直。これかっこいいでしょ。こっちよかったなぁ。羨ましい。はい、次はね、モンターニュとかでおなじみマグナムですね。モルビエっていう迷彩。まあ、歯車みたいな、なんかちょっとこう機械チックな感じで、まあ、スチームパンク風というか、まあ、結構ね、こういうのも使ってるの見たことないけど、いいっすね。出ました。絶滅危惧種の銃。これ初めて見たけど、こんなの持ってる人見たことある？みんな。まあそもそも多分持ってても使ってる人いないのかな。激レア迷彩です。はい、マック10のレジェンダリーコンデュイットっていうやつで、真ん中になんか MSR って文字彫ってあるけど、いまいち何のね意味を指してるのかわかんないんですけど、まあなんかなんとなく SF チックな感じの雰囲気あるんじゃないですかね。まあこれは意外と見るかな。うん、 FBI のハンドガンブラッドバイパーっていうやつです。まあブラッドって言ってるくらいなんでね、赤い迷彩になってるんですけど、まあこれもシンプルでかっこいいですね。まあなんかバックとかのカナダ迷彩にちょっと雰囲気近いんですかね。はい、インの迷彩になります。ユビキタスという迷彩なんですけど、まあなんかこれはシンプルだな。なんかあんまりレジェンダリー感な、なんか失礼な感じかもしれないですけど、まあいい意味でシンプルすぎる感じの、まあ雰囲気は僕は好きな感じですね。ユビキタス、いいね。最近もう脳死でね、ショットガンバ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 ンやってる時によく使っている、まあ、カプカンとか持ってるね、ショットガンですね。ビスマス。紫色とまあ若干青っぽい雰囲気が入ってる迷彩で、まあちょっとね、ロイヤリティ感あるっていう感じですかね。レジェンダリーを超えたロイヤリティみたいな。何言ってんすかね。次行きましょう。これ初見だな。ネプチューン。まあなんか、さっきのね、612と同じで、まあ持ってるけど使ってないっていう、そもそもその銃使われてないみたいなかとか多いのかな。まあバックとかだとやっぱ C8 のが多いみたいだし。はい、次行きましょう。めっちゃゴリゴリなんか SF チックなの来ましたね。スペースマーシャン。なんか、いろいろ書いてあるロケットっぽいというか、なんか伝わる、なんかロケットっぽくないですか。なんていうのかな、いろいろ書いてある感じ。はい、次はポリツィアっていうカプカンの、まあ、なんか名前呼び方わかんないサブマシンガンの方ですね。まあ、青色と白色、そしてラインに赤が入ってるっていう感じで、まあ、3色展開なんですけど、まあ、青が多めってことで、非常にね、個人的にはこれかっこいいなというふうに思いました。まあ、これもなかなか見ないですよね。どうですか、皆さん。これ見ます？最後は、アッシュのスパルタオーソリティっていう迷彩です。いやー、これめっちゃ羨ましい。これ一番羨ましかったから最後に持ってきました。なんかちょっと雰囲気が、まあ昔ながら、ちょっとなんかその中国の紋章みたいなの入ってないですか。なんかそういう感じの、なんかまあ昔のなんかそういう古代遺跡系の迷彩なんですかね。ちょっとしっかり調べてないんであれなんですけど、まあこれはかっこいいな。正直その銃持ってるところがどんな雰囲気になってるのかも見てみたいなというふうに思いました。持ってる人、優越感に浸ってください。本日2回目。
はい、ということで今回はちょっとこんな感じで10の迷彩の紹介したんですけど、まあなかなかね同じような感じでコメントしちゃって申し訳ないなと思うんですけど、まあかなりいろんなものをねいただきました。でこれ一応まずね10の迷彩だけなんですけど、あとチャームとヘッドギアも、次の動画でね紹介するんで、まあこれ前編の動画だと思ってもらえれば、なんでぜひねチャンネル登録して後編の方も見てほしいなというふうに思いました。ではここまで見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価をポチッと押してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。他にもおすすめ動画、最新動画もぜひチェックしてってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。